ニュージャーナリズムは1960年代後半のアメリカで生まれた新たなジャーナリズムのスタイル。従来のジャーナリズムにおいては何よりも客観性が重視されていたが、ニュージャーナリズムではあえて客観性を捨て取材対象に積極的に関わり合うことにより対象をより濃密により深く描こうとする。ニュージャーナリズムという語は1973年に トム・ウルフがニュージャーナリズムの記事を編んだ、ニュージャーナリズムという書籍から広まったとされる。ニュージャーナリズムの代表的なジャーナリスト、小説家としては、ライトスタッフのトム・ウルフ、ラスベガスをやっつけろのハンター・エース・トンプソン、何時の父を敬えの、ゲータリーズ、夜の軍隊のノーマン・メーラーらの名が挙げられる。ニュージャーナリズムの形成に大きな影響を与えたとされるのは、 1966年に出版されたトルーマン・カポーティのノンフィクションノベル、冷血である。当時普及の始まっていたテープレコーダーをあえて使わず、1年半かけた訓練の記憶力テストが95%以上の正確度に達したところで取材を行う方式によって、フィクションの技術を駆使した物語風の構成でありながら、中身は完全な事実という形式を完成させた。 ニュージャーナリズムの機種の一人ゲイパリーズは虚構を一切せず本名や実在する通りの名前、出来事などをきちんと使用して現実を演出する。ニュージャーナリズムは要はストーリーテリングのことだと説明する。日本にも1970年代から1980年代にかけて同様の手法が輸入され、沢木光太郎が一時期ニュージャーナリズムの機種と呼ばれていた。 その他に、山際厚子や後藤正治、さき隆像などもニュージャーナリズムの影響を受けた書き手として言及される。ありがとうございます。